モリイノシシは、アフリカ大陸に生息する大型のイノシシで、哺乳口から、クジラグーテイモクイノシシカに属する。原生では本種のみでモリイノシシ属を構成する。リベリアからエチオピア南西部にかけてのアフリカ大陸の赤道付近。モリイノシシは、保守的な形質を持ったイノシシであり、イノシシアカの中でも、比較的初期段階で分岐したグループに属する。 原生では、森イノシシ一族一種であるが、他には絶滅したコルポコエルス族が存在する。体長1.3から2.1メートル、お長30から45センチメートルと、他のイノシシと比べて大型。体重は、最大で約280キログラムとなる。性的ふたなりが顕著で、死ゆの大きさの差が際立つ。頭部も大きく、 眼下下方及び後方に軟骨と線組織からなるイボ状の隆起を持つ。また両耳の間の頭骨はくぼんでおり、周りを骨の輪が囲む皿状になっている。鼻先は幅広く弾力性に富む。胴体はやや前傾し、肩より腰の位置が高い。また、四肢は短い。舌は幅広く柔らかな地面での歩行に適応している。 歯列は34本で、上顎摂氏と、下学球歯が、他のイノシシカよりも数が減っている。牙状上の剣歯は、上顎のもので15センチメートルほどあるが、体格にヒスとやや小さく見え、顎より水平に突出する。下学剣歯は、上顎剣歯と擦れ合うことで鋭く研ぎ澄まされている。下学摂氏は鼻先に代わって土を掘り返すこともある、ため、摩耗している。 また、九種も摩猛が激しい。皮膚は、暗い灰色。体毛は茶あるいは黒で、豪毛。幼い時は明るい色であるが、年を取るにつれ色は濃くなり、まばらになる。頭部のイボは、周囲より、色が明るい。森イノシシの群れアフリカ中部の、高度3000メートルまでの湿った深い森林、竹林、サバンナに生息する。比較的社会性が発達しており、 20頭程度までの群を形成し縄張りを持つ。誘導士は20メートル以上の助走をつけ、頭部の耳の間にある皿をぶつけ合うという儀礼的闘争を行う。こうした争いと大型の体に牙やイボを持つという用紙もあってネーム落とされることもあるが、本来はおとなしい性質である。白面白母性で明け方や白母に最も活動的となる。 集団で移動し、葉や、根、果実などを主に採食する。他のイノシシと異なり鼻先が柔らかいためあまり地面を掘らず、もっぱら草や、すげ、干木、根、果実などを食べる。ただし、土を掘る必要が生じた時は化学摂取を使用する。また時として、ハイエナや、ヒョウの仕留めた獲物を横取りし、死肉を食べることが知られている。 他のイノシシ同様砂浴びを好み、昼間は長時間泥や砂の中で寝転んで過ごす。糞は所定の場所に固められ、高く積み上がる。夜間はヤブの中の巣で過ごすが、そこに達するためには外敵の侵入に備えた長い通路をたどる必要がある。外敵に遭遇した際は、こうした茂みの奥に逃げ込むことで危機をやり過ごす。スナイは、 広く46平方メートルに達することもある。妊娠期間は150から151日ほどで2から11頭の幼獣を出産する。ただし、平均は4頭ほどである。出産のための巣は竹の茎で作られる。1週間ほどで幼獣は群に加わることができるようになり、離乳する8週間後まで群れの中の母親以外のメスからも授乳を受ける。 幼獣は、氷などに狙われることも多く、危機の際は親たちの警告に従って地面に伏せ、隠れる。人間の居住地域近くにまで出没し、時として民家から食物を盗んだり、農作物を荒らすことで知られている。植生上の理由で、生息地域が限定的であり、開発によってそうした場所が失われていく恐れがある。森井の獅子の存在は、 1717 17年にオランダで出版されたアフリカ大陸の旅行書や19世紀の冒険家ヘンリー・モートン・スタンリーやビルヘルム・ユンカーらによってリベリアやウガンダ、スーダンの森の奥に住むクヤク・インターいはニグブイなどと呼ばれる黒く巨大な豚として報告されていた。しかしこれらの情報は重視されず新たな種として知られるようになったのは イギリス軍大佐、リチャード・マイナーズ・ハーゲンによって標本がもたらされてからである。この標本は、ロンドン自然史博物館のオールド・フィールド・トマスによって、新種とされ、学名ハイラコラス・マイナーズ・ハーゲンが与えられた。俗名ハイラコラスの、ハイルはギリシャ語で、森、キルスは豚を意味している。また種名は、リチャード・マイナーズ・ハーゲンにちなむ。命名者トマスはこの新種を、 祖先的な形態を多く止めた種であり、化石種と原生種をつなぐものと表している。ありがとうございます。